こんにちは、歯科医師の吉田氏です。本日は歯茎を切らない新鼻インプラントという患者さんにいろいろメリットの多いインプラント治療の解説をしていきたいと思います。本日はこのステージ5の抜歯した後の入れ歯になる前の間にですね、選べる治療法の一つのインプラントに関して解説していきたいと思います。このステージの話に関してはですね、初めての方へというところに動画、あるいは概要欄にも別動画がありますので、それをご参照ください。今回左の上の前歯に関して、このここですね、黒い線が歯が割れているところになります。患者さんといろいろメリットデメリットをお話したところ、インプラント治療を選択されました。まずインプラントというのはですね、例えば今回2番目の歯が抜いた後ですね、ここに骨の中にインプラントっていうものを入れてですね、くっつくのを上の歯なら5ヶ月、下の歯だったら3ヶ月ぐらい待つんですね。でその後、上物、歯の形を入れていきます。で、この歯の形を入れるときに入れる方法として2通りあります。スクリュー固定とセメント固定。それぞれまあ利点欠点があるんですけども、例えばまずスクリュー固定っていうものに関して言うと、この上物のこの青い部分の土台と、かぶせ物、歯の形のものっていうのが、もう一回いきます。一塊のものっていうのをインプラントに入れてですね、これをスクリューで止めていく方法がスクリュー固定。そして、セメント固定というのは、土台とインプラント体をスクリューでまず止めて、この土台と歯の形のかぶせ物はセメントで固定つけていくというのがセメント固定というものになります。まあ、セメント固定の方が例えば方向が違った場合に修正しやすいとか、まあ、いろいろ、メリットあるいは、デメリットがあるんですけれども、セメント固定の一つ のデメリットとしてはですね、例えばこのインプラント棒状のインプラント体の左側にちょっとポコッと出てると思うんですけども、これがこの緑で模写したセメントの流出、セメントが出てしまうことがあるわけですね。で、その出たセメントによってインプラントの周囲の骨が減ってくるということによって、そのインプラントの持ちが悪くなってしまうといったような、まあ、デメリットがあります。そして、スクリュー固定の場合はそのセメントを介在させないので、セメントリスクに対してはスクリュー固定はありません。まあ、それぞれでもメリットデメリットがあります。で、今回はですね、スクリュー固定を企画しました。で、今回は先ほど申し上げたようにセメントリスクをなくすために、セメント固定を選択し、そのセメント固定というのは非常に、まあ、その計画にかなり正確にオペをしないとですね、うまくいかないので、デジタルを駆使して、まあ、やる方法について解説していきます。まずこの左側見ていただいて、この左側のこのピン、ちょっと薄いんですけども、1番というところにのインプラントを計画した場合にですね、こうインプラントを入れてスクリュー固定で、青い土台とかぶせ物を入れた場合ですね、この角度でインプラントを入れると、スクリューで止めると、このスクリュー止めるところの穴がですね、ここで見ていただくように、この歯の表側、人から見える側に、穴が来てしまうわけですね。これだとやっぱりちょっと見た目的には厳しいと。ただオペっていうのは非常に、まあ、難しいのでですね、まあ、意図せずこういうふうになってしまうこともあるんですね。まあ、その場合にはスクリュー固定を諦めてですね、セメント固定で、まず土台とインプラント体をスクリューで止めて、この土台の角度がちょっとアングルが曲がったような形のものをつけて、それと土台とかぶせ物をセメントでくっつけていくということになります。ただこの場合は先ほど申し上げたように、まあ、注意しないとですね、このセメントの流出によって、まあ、歯の持ちが悪くなったりとか、それによって、まあ、骨が溶けて見栄えが悪くなったりとかですね、まあ、いうことが考えられますので、まあ、よくセメントを取っていくということになると思います。ただ前歯の場合は若干やっぱり深く見栄えに関与するので埋めることが多いので、今回の場合はセメント固定ではなくてですね、スクリュー固定を計画しました。で、それが右側の赤い枠になりますね。見ていただくと、左の1番ってものよりも0番の方がちょっと立った感じですね。立った感じでインプラントが入っていて、この歯の裏側、表には穴がこず、歯の裏側に来るような設計にします。そしてこの差は非常に誤差なので、フリーハンドで、やるのは難しいので、ここしか計画通りに削れるようなためにですね、サージカルガイドというものを作る設計にしました。こうすると、まずインプラントを入れて、土台とかぶせ一体のものを歯の裏側からスクリューで止めていくことによって、セメントが介在しないというような計画になります。
まず CT データからそれを 3D 化したものと歯の型取りの表面データっていうのを重ね合わせて、先ほど設計したインプラントの位置にしかドリルが掘れないようなですね、青いサージカルガイドというものを設計していきます。でそれを削り出して作ったものを実際にオペ中にはめて、歯にはめてですね、はめてドリルを入れることによって計画通りの位置あるいは方向にしか削れないようなこう装置を作って、まあ、オペをしていくことになります。まあ、これが総称してサージカルガイドというものになります。まあ、こういうふうにしてですね、セメントのリスクがなくするために、スクリュー固定を選択し、そのスクリュー固定を実現するためにデジタルを駆使してサージカルガイドを使用してオペをするというのが今回2つ要素があるうちの1つになります。じゃあ2つ目いきましょう。2つ目に関しては、見た目ですね、見た目神秘性を損なわずに、そしてその美しさが長く長期に維持されるためにですね、今回知識と技術そしてマイクロスコープなどを駆使してですね、やった要点について解説していきます。まずこれ例なんですけども、例えば今回この左上の2番目の歯ですね、断面図がここになりますけれども、例えばこの人でいうと歯があって、この黄色い部分が歯を支えている骨ですね、骨、そして薄いピンクが歯茎になります。でこの骨、この歯の周りの骨が溶けているのに、なぜこの黄色い部分の骨が維持されているかというとですね、この歯の根っこの表面には歯根膜という繊維が介在していて、この繊維がすごく、まあ、有能なものでですね、この、歯根膜という繊維が周囲の骨が維持されるのを助けるようなですね、この繊維があれば骨が、まあ、存在してくれるというかですね、っていうような非常にこう有能な能力があるものが歯の根っこの表面にはあります。よってこの場合も歯根膜という繊維があるので、うっすらこの骨が維持してくれていると。その骨が維持していることによって、その表面の骨に維持されている歯茎が維持へこまないので、今この状態をキープしているわけですね。ただこの状態ですね、この高さ、そして歯茎の位置ですね。ただこれを例えばじゃあ歯を抜いてしまうと放置するとですよ、放置するとその歯の歯根膜繊維によって維持されていたこの黄色い部分の骨が維持がなくなることによって、維持を助けてくれる歯根膜がなくなることによって、溶けて尖ったところがなくなってしまうわけです。そうすると高さが低くなると、そうするとそれ骨が低くなったに伴って歯茎もへこんできます。そうするとこう見ていただくと、こんな長い歯になるわけですね。歯茎がへこんだ分補うように歯を長くしなくちゃいけなくなってしまうと。でまあ、インプラントを入れて、上物を立てた時にやっぱり長い歯になってしまうわけですね。こんな感じです。こうなるとかなりその見た目的に芳しくないということになりますので、こういうふうに、なってからで恐れならないような、なりにくいような計画を立てる必要があるということで、今回この緑の部分の歯に関してですね、表面のこの一部ですね、歯の一部を残して、歯の一部を残すことによって、その表面の歯根膜繊維を残し、その繊維によって、この黄色い部分の骨が維持され、その黄色い骨、維持された骨によって歯茎が下がらない、維持されるというような計画を立てました。それによって歯の長さは維持されますね。そうするとここの歯茎がですね、へこむのを、可能性を減らしてくれるということになります。では実際に見てみましょう。これが実際のオペのですね、まず歯を抜いて、その日同時にインプラントを入れたものになります。これ歯を抜いて今指を取っています。この時も私は常にですね、ほとんど全ての症例で、マイクロスコープというものを使って、治療しているので、こういう動画があります。で、サージカルガイドをはめてですね、で計画通りの位置に削れるようにドリル、方向と位置が制限されたドリルで、インプラントを入れる穴を掘っていきます。で、ですね、これがまず今、これ断面図なんですけども、このサージカルガイド、青いサージカルガイドがここの断面の模写になりますね。でこれが歯を抜いた穴、そしてここが歯の一部を残したもの、ここが骨になりますね。で今回今ドリルで穴を開けました。ただ少しずつこう滑ってくるんですね。
なんていうかというと、この歯を抜いた穴がもともと斜面なので、少しずつやっぱりいくらサージカルガイドを使っててもですね、だんだんこうずれてくるということで、この後一度削ったらですね、誘導孔のような、まあ、まずその道筋みたいな穴を開けてあげて、まあ、正確にですね、計画だった通りの穴を開けるような作業が必要になってきます。これが、その誘導孔を掘ってる動画になります。で、その後ですね、今この歯の破片をのまず側面の例えば感染しているところとか、上面の尖っているところなどちょっと分かりづらいんですけども、この鏡ですね、鏡のこの一部に映ってるんですけども、整形、きれいに形作りをしている、シーンになります。でここで、拡大したものを見ていただくと、ここですね、ここに、残した歯の一部があります、これですね。でこの歯の一部破片が残っていることによってですね、周囲の骨、この周囲のうっすら骨が維持されて、その骨にさらに、歯茎が維持されることによって歯茎が、退縮しづらくなって、見ては長い歯に なりづらくですね、見た目のいいインプラントが入るような一工夫をしたものになります。でこれ見ていただくと、こことここ上下に穴が2つありますね。この上の穴はこの抜いた歯の穴になります。そして、先ほど言った誘導孔ですね、誘導孔がここの穴になりますね。でその後最終的な最後のインプラントの穴を開けていくんですけども、今これやってるのは棒状のメジャーみたいなもので、計画した長さの深さのインプラントの穴がちゃんと掘れているかとか、あるいは位置が問題ないかとを確かめています。これが最後の最終的なインプラントの穴を掘っているところになります。やはり斜面があるので少し抵抗があるのがなんとなく感じ取れるかと思います。で最後に、まあ、インプラントを入れたところになりますね。真上から見たところになります、はい、でこれはこの図で言うとですね、インプラントを入れたところになります。でこの後最後に、この空間に骨になるものを埋めていって、約今回上の前歯なので5ヶ月、骨とくっつくのを待ちます。でその後5ヶ月後に型を取って入れていくということで、オペ日、型を取るとき、セット日ということで、回数としては最短3回で、終わることができます。で最終的に、土台とかぶせ物がくっついたものをスクリュー固定で、止めることによって、裏側で止めることによって見栄えもセメントもよく、セメントを介在させないことによって、セメントリスクのないオペを実現しております。左側が術前、右側が術後になります。ピンクの部分の計画とほぼ同じような位置にインプラントが入っていて、でこのちょっとここ見ていただくと、緑色に模写されているところが歯の一部が残っているものになります。そしてこの歯の一部によってですね、歯の一部の表面の歯根膜という繊維によって、その外側の骨が高さが維持され、それによって、その骨によって今度は歯茎の高さが維持されているので、ここが下がらないので、歯の長さがこう適切なですね、長さになっているかと思います。でこのブルーの水色の部分っていうのが、ほっぺたの骨にありますけれども、術前と比べて高さに関しては維持されていると。そして横幅に関しては、インプラントが入るよりも細いですからね、幅が広くなって、より、長期に、見た目がインプラントが長期に維持されるような状態になっているのが、確認できます。そしてこれを裏側から止めることによって、これ裏側ですね、裏側に穴が開いてますね、ことによって、でも表側には穴が開いてない
そして歯茎も維持されていることによって、まあ、見た目のいいインプラントということになるかと思います、うん、はい、このようにですね、今回はインプラントが長持ちするために、セメントを介在させないスクリュー固定が今回計画され、それによって、まあ、サージカルガイドというものを使いました。でこのサージカルガイドの、メリットがいくつかあるんですけど、まずは、手術時間が圧倒的に短くなります。自分の場合だとですね、場合によっては3分の1とか半分とかに、手術時間が短縮されるので、患者さんにとってもすごく楽なんじゃないかと思います。まあ、そして先ほど申し上げたような、まあ、計画通りのオペが実現しやすくなりますし、切開しないというのはですね、普通は例えばここの歯茎、この例えばインプラントを入れるときにですね、こういうふうに歯茎をこう切った後、歯茎をこう骨から剥いでですね、骨を出して、穴を開けて、でインプラントを入れて、またお肉を閉じて縫うといった作業があるわけですね。そうすると例えば縫った場合には10日後ぐらいに糸取りに来ていただいたりとかっていうライン回数がやっぱりどんどん増えてくるわけですね。まあ、そういったものがですね、サージカルガイドを使用した場合には切開をしないケースでも多々今回のようにあるわけですね。まあ、そうするとライン回数が減ってくると。今回の場合はライン回数に関しては実際最短3回ということで、まあ、非常に今回数も少ないですし、さらに、その歯茎をめくらないのでブラッドサプライという、まあ血液の供給遮断がなくなるので、まあ治りが早いです。歯茎を切るよりもですね。なんで治療回数も少なくなりますし、治癒する期間も短くなることが多いです。そしてさらに今回はですね、見た目を維持するために、美しくですね、後々の審美障害の低下を可能性を低くするためにですね、歯の一部のこの緑のところですねを残して、その歯の残した歯の一部の歯根膜という繊維をが改善残ることによって、その外側の黄色い骨が維持され、その外側の維持された骨によって、さらに外側の歯茎が短縮しないで維持されたことによって、まあ、見た目が計画通りに、まあ、美しい、維持されているということになります。はい、ということで、今回は、ステージ、5の一つの選択肢のインプラントに関して、まあ説明させていただきました。治療回数は、まあ、最多3回、治療期間は大体5ヶ月ぐらい、まあ、費用は大体、まあ、70万とか、まあ、でもそれはまあ、インプラント入れるときに28万なんですけども、例えば上物とかサージカルガイドとかもろもろを含めると、70万、75万ぐらいになるかと思います。このようにですね、まあ、インプラントといってもですね、まあ、ただこう穴開けてインプラントを入れるインプラントとですね、このように、より、例えばセメントを介在させないでスクリュー固定でやる長持ちしかつ美しさを担保するようなものも、総称して一様にインプラントというふうに言われているので、なかなかその判別が難しいかとは思いますが、私は常にですね、まあ、いろんな症例でですね、まあ、考え抜いて、治療をしているつもりなので、より、まあ、美しく、より、まあ患者さんにとって、まあ、楽であったりとか長持ちするようなインプラントをご希望の方はですね、お声掛けいただければと思います。まあ、このように、各ステージにおいて自分は、まあ、全てにマイクロスコープを使って、計画であった治療をいろんなステージで行っておりますので、今日の動画も含めて、いいねと思った方はいいねボタンとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。では、鹿の追求。